中国基因は中華人民共和国の中国全国体育総会の下部組織で中国の機類に分類されるボードゲームを管轄している団体。以後、シャンチー、チェス、レンジュ、ブリッジ、マージャンなどを実施。1992年に設立。プロやアマチュアの大会の開催、騎士の育成などを行っている。各地方を統括するための同種の組織として、上海基因。 生徒議員などがある。国家体育総局の事業機関に位置づけられる。初代委員長には、囲碁の名騎士である、陳祖徳が就任。陳は健康上の理由から2003年に退任し、続いて、やはり囲騎士で副委員長であった王女南、花も孝が委員長を歴任。それぞれ60歳定年で退任。四代委員長には、国家体育総局キパイ運動センター主任の劉。 市名が就任。内部組織としては、過去域部、増期部、国際増期部などがある。歴代委員長1992から2003、陳祖徳2003から2007、王女南2007の2009かも、豪2009から2015、竜市名2015から2017、洋都市安2017から2018ら長、羅町、岳市2018、今市国大羅各協議の騎士は、 それぞれ中国学校域協会、中国チェス協会、中国臓器協会、中国ブリッジ協会などに所属している。1997年から以後、チェス、シャンチー、ブリッジの機種の成績に応じた点数制によるランキングを制定し、毎年4月、8月、12月の3回発表している。ありがとうございます。